相棒ポケモンっている？第5とメタグロスとかシロナとガブリアスくらい絶対的な相棒って感じの。ダイパ世代は思い出補正込みで豪華ざる。ハッサム、ずっと連れてた。溺愛してるエレザードとアイアンと、何度は開口戦と出会い頭でピンチを切り抜けたことか。ドダイトス、俺を草ポケ好きにしたポケモン、君のせいで統一パキツインだからな。自分の世代のご参加良いよね。ランクも潜るようになった今ではとても使わないと思うけどドダイトス大好きだった。種族値なんて知らなければな。知らないという罪と知りすぎるわな。ムクホークや夜の族、バンギラス、剣盾で初めてポケモン対戦入ったけど、毎回絶対選出してた。フライボン、絶対に固定の枠。友達からもらった色違いゴーグルが相棒だったけどガラルサンダーの介護官になってしまった。ずっとルカリオがパートナーだな。どの地方に連れて行っても一緒にいる。卵孵化から毎回育ててるから愛着もすごいの。初めてもらった幻のポケモンナジラーチ、あと化石の中で一番好きなプテラかな。プテラはメガもあるしそっちも好き。ワイワイルフンやな。暴風外すところも含めて最高や。シュバルゴ、ハチマキメガホンをいかに決めるかでパーティー組んでる。クチート大好きで使ってたんだが剣盾で雑魚すぎて辛い。進化しないくせにお前一回も参加してないポケモンより種族値ないじゃん。ゴースト、手に入れられるソフトなら全部タギパに入れてる。ニドキング、相棒はやっぱり豪華ざる。ギャラドス、ほんといろいろできて頼れるな君は。不思議花、初代からの相棒なんだ。ルビーの頃からの相棒ボスゴドラ。強い弱いではなく好きなんだよ、だから対戦でも使うね。ダイパで一目惚れしたドラピオンが今でも強いの嬉しい。初めて夢特性のもらったポケモンがバスラオでずっと連れてる。進化おめでとう。PV 出た時ガッツポーズした。好きなのはエースバーンだが相棒はエンブオー。インテレオン、子供の頃ゲーム買ってもらえなかったから大人になって初めてポケモンに触れたのが剣盾。夏季度高いとキャンプの初めに顔ドアップでニコッと笑ってくれるのが可愛かった。俺もインテレオンが相棒だな。初めて触れたポケモンが剣盾だったのもあるけど、いつもピンチから救ってくれたのはインテレオンだったのもあって頼れる相棒。ホップのザマゼンタの素早さ上回って一撃入れてくれたおかげでラスト勝てたし。クチート、昔から好きだったけど目が進化のビジュアルで感落ちした。夜寝るときはぬいぐるみ抱えてる。シャンデラを毎回連れ歩いてるな人もしのデザインからずっと好き。仲間がいた。よかった。BW でなんとなく使ってからとりあえずタギパには極力入れるようになった。ヘルガー、剣盾でいないから悲しい。チコリータ系列と馬車もかな。金銀の相棒のチコリータと、ルビーで100ルブにしてからずっと最新作に送ってる馬車だ。雨鍵が大好きでずっと使ってた。ウルトラサンムーンでガムシャラ覚えてガムシャラフェイントができるようになった時は本当にテンションが上がった。フェイントは剣盾で取り上げられちゃったからまたきつくなったけど今でも雨鍵大好きだ。これはガブリアス。もともとは攻略本かなんかで見たデザインに一目惚れしたところから。DP のシナリオ攻略の時にも、わざわざ深まるのいる洞窟調べて見つけ出して、チャンピオンロードでレベル上げして、一緒にシロナと戦った。第4世代で環境対戦始めたから、最初に厳選したポケモンもタギパのガブから遺伝したガブリアスだった。できることが多すぎて、アイテム込みで型10種類くらい作って愛用してた。後の世代じゃ逆風吹いてるけどむしろガブリアスが強すぎて新要素で弱体化させられたんだなって思うことにしてる。それでもやっぱり種族値の暴力とできることの幅広さから常に活躍してくれるし、今でもずっと使ってる。これからも使い続けるんだと思う。ぐらいな。小学生の時サイドンで今ドサイドン。トリウパの絶対エース、超頼りになるぜ。ブイズはずっと連れてる。鉄火忍はできるだけ入れるようにしてる。タギパで使うには技に恵まれてないのが欠点だが、月光画が好きで相棒だったけどガラル入国できずに別れてしまったんだ。バンギラスと電流かな。今はほとんどやってないけど、一番やってた時はいろんな方でこの二体を育ててた。ランク入るようになってからはウルガモスとエフィが外せない。俺もダイパ勢だから相棒はドダイトス。名前になぜかチッポってつけてた。ラグドリオ、雪の王とクロバットかな。2匹ともかっこ可愛くて頼れる相棒たちだよほんと。ラグラージ、推してるポケモンほど対戦でうまく扱えないことって経験ある？エルフン好きだけどいろいろ型試してもしっくりこなかった。リングも好きだけど豪華ザルが無理すぎた記憶が蘇る。今だとウェンディとゴーグルかな。なるべくタギパに入れられる時は入れてる。この前の PV は特攻だったよ。ジバコイル、映画で惚れてからずっと相棒。ルチャブル、格闘タイプで唯一手持ちに入れてる。ヒアップ、初プレイ進化方法わからないまま殿堂入りして愛着湧いちゃって進化させずに使ってる。難点は毎度ストーリーが地獄になること。ランクルス、旅でもランクまでもいつも一緒。剣盾でランクマ復帰したぜーだけど何を軸に組むかですっと切り刻んが頭に浮かんだくらいにはずっと好きだった。アマカジスト、アニマンにまで進出していたのか。ジバコイル、可愛いし強いし鳴き声が好き。